皆さんこんにちは、みのチャンネルのみのはともゆきです。はい、今日は名前も言ってみましたが、なぜかというとウィキペディアってあるじゃない。はい、ウィキペディアが、私も出てるんですよ、実は言うと。はい、ウィキに出てるからすごいねって昔から言われてたんですが、はい、まあ誰が書いたのかも知りませんけど、私のことを書いていただいた方がいるんですけども、うん、あれっていうのは知ってる人が書き込む、自分で書き込む人もいるのかな、あれ。どうなんですか、いるかもしれないです。いるかもしれないね。はい、あの、私のことを知ってる方が書いていただいたんですよ。まあ昔から経営者やってるので、雑誌だとか、まあ、テレビもちょびっとだけ、取材を受けたりとかしてたので、まあ、そういう要素を調べるのにいいんじゃないかっていう情報を流すために書いていただいたと思うんですけど、情報はですね、20年近く前の情報です。もう15年は経ってます。15年は経ってる情報が書いてあって、あれを見た最近の方が、箕輪さんってこういうことをやってこのぐらいの人なんですよねって頭に認識して、私に会いたいとか会ったり話したりする人がいてですね、困ってます。困ってるんだよな、あれ。ウィキもなかなかちょっとどうなんでしょうね、更新してほしいけど、自分で書くの恥ずかしくて。そうですよね。自分じゃ書けないんですよ。はい、もう誰か私のこと知ってる人を書いてください。追加してください、あれ。だからですね、あれにまあちょっと困ってるんで、もうできたら本当に YouTube の方見ていただいてですね、そうすると私の近況を含めて分かると思うので、そちらにお願いしたいなってすごく最近思います。はい、で今日も箕輪塾なんですけど、質問を受けたんで、それで箕輪塾になるってかな、ちょっとごめんなさいね、なんなかったらごめんなさいね。質問内容はですね、箕輪さんって験担ぎますかっていう質問だったんです。はい、はい、なんか験担ぐことってある？験担ぐが合ってるか分かんないですけど、はい、LINE のよく公式なんかニュースとか、はいはい、結構毎朝来るじゃないですか。はいはい、あれの掛け事が20丸の時に少しだけ競馬をやるっていう。この20丸の時に一回当たったんですよ。あ、ほんと。そうすると20丸の時だけやるみたいな。やると。で一回当たったけど、その他はどうだった？いや、結構こまごま当たるんですよ。おで、それ本当罰の時に調子乗ってやっちゃうと、本当当たんないんですよ。おこれ験担ぎなんですかね。おですよね。はい、うん、あの回答出ましたね。あの、まあ験を担ぐ人いっぱいいますよね。本当に、あの、なんだろう、野球に行くときは赤いパンツを履いていくとかさ、ほら、よく言ってる人いるよね。はい、古い話だけど、勝負ごとにとんかつを食べるとか、はいはい、勝つためにとんかつを食べるとかって、はい、ね、そういう、それが験担ぎですよね。で、ここに書きましたけど、縁起を担ぐと験担ぎってなんか違うのかなと。ああ、似てる感じしますけど、イメージ的にはわかんないですね。わかんないでしょ。はい。で、縁起を担ぐっていうのは結局いいこと起きてほしいな、いいこと悪いこと兆候があるかもしれないんで、いい方を選びたいな、うん、選ぶ出来事っていうことだよね。縁起、いい方を選ぶ、うん、で、その経験談があるわけよ。二重丸の日に競馬やって一発当たった、はい、だから二重丸をの日にもう一回競馬をやろうっていうのが験担ぎの方だ。経験してるから、一回経験してこっちで縁起を担いでて、やってみたことについて良かったから、じゃあその経験をもう一回繰り返そうっていうのがこっちだと思うんです。で、辞書で調べてみたら、この験担ぎの言葉ってどうできたのかって言ったら、逆さ、江戸って逆さ言葉がすごく多いのね。逆さ言葉って要するに、あの、縁起っていうのを、これを逆さにして義縁、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 義縁っていうことらしいんですよ、本当に。だからそんな大差の差はない、うん、で、じゃあ私はどうなのって言ったら、縁起は全く担がないよっていう人に質問を逆にしてみたいのが、じゃあ神社に行って手を合わせません？合わせますよね。これって昔の 古い習わし、風習だから、それとも親に言われたから、これ何だか分かんないけど、
私が思うにはそういう習わしとか風習っていうのはいいことが起きる縁起を担いだ経験上いいことが起きたから縁を担いで続いてるんだと思うんですよ、うん、風水もそうですよ。鬼門って言葉ありますね。鬼門って聞いたことある？あります。鬼門東北の方角、うん、家を建てるときに風水の方角にお風呂やおトイレなど水回りを置いちゃいけないよってよく言われるね、うん、で、これ風水でこれ何かな、それもやっぱり縁起を担ぐことなんじゃないのかな。鬼門って書くように、まあ、鬼が来るところで結局良くないところが何か、抜けてくる道があるらしくて、東北の方から来ることを塞ぎたいんだけどそこに水回りがあるとそれはどうぞいらっしゃいみたいな感じになっちゃって良くないことになるんでしょうね、うん、そういうことなんで、じゃあそこには鬼門には水回りを置かないようにしようっていう経験談が弦を担いでるのが風水な気がするんです。さっきの神社と一緒で、有名な話は江戸城を作った時に鬼門の地位置を封鎖する守るために日光東照宮を作ったわけでしょ。って聞いたことなかった？なかったです。お、日光東照宮にはあの徳川家康さんのお墓もあるわけですよ、うん、徳川家康はなんと江戸時代をずっと守る、徳川家をずっと守るために江戸の東北の地域に自分のお墓を作って、私が守るんだってちゃんとそこまでやって死んでった。鬼門の地域に日光東照宮があるわけです、うん、方角に。でそれっていうのもやっぱり験担ぎの一種なんじゃないのかなと、うん、だから験を担いだことないよって言っても、あの神棚が家にあって、神棚ってどっちの方に向けるかって知ってる？え、方角ですか？あるのよ。え、わからないです。わからないよね、はい、これおじさんだったらわかるんだけど神棚っていうのは東向きに向ける、まあ家の構造によってどうしても東に向けなかったらじゃあ南に向ける、これだけ。へー。もうお墓で言ったらお墓の墓標、何々さんって戒名が書いてあって墓標も東に向ける。もうそういうのって昔からの習わしであるわけね。原因は担がないけどそういうことをやってる人がいるっていうのは、あんた原因担いでるじゃん、はい、っていうのと一緒なんじゃないのかなって私は思ってて、やっぱり先人の知恵、それはあの拝借してだるまに目を入れる、1個目入れといて、今最近だるまなくなったね。そういえば選挙で昔だるまに目入れてたの見たことない？全然見てました。今当選、去年さ選挙やって当選じゃ、今年だっけ、はい、選挙やったけどだるま持ってる人一人もいなかったね。あ、見てないかもしれないです。見てない、ね、はい、平成で終わったね。昭和は全員だるまがあった。だるまイメージだるまでもすごいあります。選挙ってめちゃくちゃあります。あ、験担ぎやんなくなっちゃったね。で当選すると両目に目を入れる、目が開くっていう、そういうことやってたわけだよね。私の携帯番号を知ってる人はびっくりすると思うんですけど、うん、私のラッキーナンバーって、これは他の私の YouTube でも話してますけど、うん、私のラッキーナンバーは149なんですよ。これは私が作ったものでもなくて、先生術の先生に教わったんですけど、本当に今まで経験上でいいことがあるんです。だから験担いでんだね、俺もね、はあ、なんか抽選引くときは4がいいとか9がいいとかってあるはあるんですよ、はあ、だから私の携帯番号を知ってる人はみんなびっくりするんです。これまあスタートはこれしょうがないよね、はあ、携帯番号これ0がつくのは俺どうしようもなかった。もう NTT に文句言えなかったんでしょうがないけどまあ9ついてるからラッキーナンバーでしょ、の書けないけどさ、うん、〇〇〇の効果、はい、効果、こうだよね、はい、ここ全部1と4と9だけなんだ俺。それすごいですよね。すごいでしょ。選んだってことですか？そうです、ね、まあね、もらえたんですよ。もらいましたよ、はい、で、まあここまで言ってもバレないかな、私の携帯番号ですからね。これめちゃくちゃ高いやつじゃないですか。今高いのかな、確かなんかすごい高い気がするんですけど。高いかな今。だからこれは9入って0はしょうがなかったけど、ここも実言うと、はい、まあこの数字だけで収まってるのね、はい、でこっちは全部これなんで、はい、検索しないでくださいね皆さんね。これなんか簡単に言ったらもう験担ぎだよね。そうですね、担ぎだよね。だから私は
美濃さんは験担ぎをしますかされてますかって聞いたら担いでますって正々堂々と多分言うと思います。昔からの先人の知恵をいただくっていうことは悪いことじゃなくていいことだと思います。それを自分でアレンジするのはとてもいいと思います。ただしそれにとらわれすぎるのは良くないことだと思います。生活の中心がそればっかりになってしまう、うんうん、っていうのはものすごく良くない。気にしなきゃいいんです。これってすごい大事でね。これってさっき二重丸の時に馬券買うっていうのはなぜ当たるかっていうとこれが入るから、気が入るんですよ。当たるっていう気が入るんです。でもなんか罰の時買ってもダメじゃねえかなって時は気が入んないんですよ、うん、私はそう思ってる。実を言うとこれをやったら絶対にうまくいくんだとかいうこの気が入った段階でスイッチが変わるんだと思ってるんですよ、うん、でもこればっかりにとらわれて生活していると他のことを見失っちゃって、他の大事なことをやらなきゃいけない昔の風習も忘れちゃうんですよ。それはダメ。でもそのコントロールって難しいのかもしれない。だから何か教会に洗脳されたりとかとか教会に洗脳されるとこればっかり教えられてそこのばっかりにこうね目いっちゃうわけじゃないですか。他のものは拒絶する、もしくは他のものは悪いものだっていう教育を受けちゃうじゃないですか、うん、そういうのってのは良くないんで、そうじゃなくて本当にこれは昔からあるものだから気にしていいんだけど、それで気は入れていいんだけど、そこにフォーカスした生活だけを送るっていうのはダメっていうことだと思う。もうこれについてはいっぱい多岐にわたって生活、仕事、家庭、恋愛、もう学校の生活、もう会社内も含めて人間関係、社会全部に関わっていることなので、全部の説明は今この場ではもちろん私もできないんですけど、私はものすごく験を担ぎますし、これで勝つんだ、これで成功するんだという気を入れるということはよくやってます、はい、ということで参考にしてみてください。またご覧ください。ありがとうございました。